どうぞ。失礼。私物を取りに来たのですが、何でしたらまた後で参ります。いや、今持ってきたまえ。それでは序論の21ページを開きなさい。キャメロン君、プリチャード博士の素晴らしい論文、詩を理解するにはを大きな声で読みなさい。ページが破れていてないんです。では誰かの本を借りなさい。みんな破られています。みんな破られているってどういうことだ。実はよろしい。読んで。文学博士 J. エヴァンス・プリチャード著、詩を理解するには。詩を十分に理解するには、我々はまず詩の持つリズム、韻律、比喩表現を学び、2つの質問をしてみる。1、内容はいかに芸術的に表現されているか。2、それはどの程度重要か。質問1は、その詩の完成度を正し、質問2は重要度を示すのである。これらの質問に答えが出たならば、その詩の価値決定は比較的容易な作業となる。これをグラフで表すには、詩の完成度を水平軸の上に。聞いてみ先生、みんなサインしてられたんです。嘘じゃない、信じてください。ああ、信じるよ、トッド。生きたまえ、キーティング。でも彼のせいじゃありません。座りなさい、アンダスン君。もう一度勝手に発言をする生徒がいたら、そいつは退学処分だ。キーティング、生きたまえ。行けと言ってるんだよ、キーティング君。キャプテン、マイキャプテン。座りなさい、アンダス君。聞こえないのか。座れと言っておる。座れと言っておるんだ。これが最後の警告だぞ、アンダス。どういうつもりだ。命令が聞こえないのか。オーキャプテン、マイキャプテン。オーバーストリート警告する。座りなさい。座れと言っておるんだ。座るか。全員に言う。今すぐ着席しろ。座るんだ。早く行け、聞いてくる。座るんだ。席に着きなさい。みんな分からんのか。ありがとう、諸君。